国道一号起点日本橋中央の日本国道路原表国道一号終点大阪市北区梅田新道交差点国道一号は東京都中央区から大阪府大阪市北区に至る一般国道である旧東海道及び軽海道を前身とする路線で日本国道路原表があることでも知られる東京都中央区の日本橋を起点に関東地方の西側にあたる神奈川県 中部地方の静岡県、愛知県、三重県、近畿地方の滋賀県や京都府を経由し、終点である大阪府大阪市北区の梅田新道に至る路線で、旧東海道及び京海道の経路を、ほぼ踏襲している。一般国道の路線を指定する政令に基づく、期終点及び、経過地は次の通り。国道1号起点東京都中央区日本橋、国道1号の起源は、 江戸時代の五街道に数えられた東海道の東京京都及び京海道の京都大阪で現在でもほぼその経路を踏襲している。起点を日本橋としている点も旧東海道と同じである。ただし東京横浜、静岡県内、京都市内等においてはその当時とは大きく異なっている。箱根付近で旧東海道をそれて箱根七湯を巡るルートとなったは 明治時代の福沢諭吉の判断によると言われており、福沢は外貨獲得のため外国人を集める観光資源が必要だと考えて、明治維新後に樹立した明治新政府に対し、当時場として人気があった箱根温泉をめぐる交通の便の良い道路にするように進言したところから、箱根ルート選定の由来となっている。箱根七有経由する経路は1887年に、 河野沢大宮の下館に2年後の1889年に宮城野まで人力車が通れる有料道路が開通し国道を整備する際にそのまま国道1号に指定されている。桜田通り東京都港区芝公園4丁目国道1号と富士山と駿河湾国道1号のバイパスと移管されずに新旧双方が国道1号に路線指定され続けているバイパスは 神奈川県が最多で7区間ある。国道8号との重複京都府京都市、東山区西館寺山内町国道0号が存在しないため、すべての路線が回路線となり、案内板や地図上では国道1号で案内される。橋梁編集トンネル、編集道の駅、編集京都市下京区のカラスマ五条交差点国道8号など、多くの国道奇襲点となっている。 国道1号は日本一多くの都道府県をつなぐ国道の一つで東京と神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府の8都府県を通過する。また東京都特別区を除いて通過する政令指定都市の数も日本一多く東京から順に川崎市、横浜市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市の7市を通過する。 横浜新道、新湘南バイパス、青昌バイパス、小田原箱根道路、箱根新道、東駿河湾環状道路、清々バイパス、藤枝バイパス、掛川バイパス、岩田バイパス、浜名バイパス、北勢バイパス、京地バイパス、美山インターチェンジ等、阪神高速8号京都線京都外環状線、高天井南美山 JCT、第2京阪道路を除く。 それぞれの接続路線については、各記事を参照。東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府。ありがとうございます。